それは司先輩と一緒にやっているショーでの挨拶だったか。うん、みんなが笑顔になれる魔法の合言葉だよ。元気がない人やお顔が暗い人もワンダホイするとちょっとだけ笑ってくれるんだ。今のトウヤ君みたいに。元気がない暗い顔。なるほど、すまない。もし俺がそう見えたのならただの寝不足だ。小説を読む手を止められなくて夜更かししてしまってな。あ、そうだったんだ。元気がないんじゃなくてよかった。ああ、気にかけてくれてありがとう。